武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは富山大学の英語の勉強について話していきたいと思います。富山大学の英語ですが、まあ、医学部、医学科、そして医学部、看護と、あと文系学部で出題されていますが、まあ、そのいずれも問題が基本的に異なる形で出ています。ただ特徴としては割と同じなので、まあ、どういうものが出るかというと、長文に対しての、まあ、あの読解問題や内容説明問題、まあ、日本語で答えるものですね、が、中心、に出題されています。で、まあ、医学部、医学科は割と文章のが長く難易度も高い、という形になっています。で、他に関しては正直、まあ、標準的な長文読めれば、十分対応できる、ので、まあ、医学部、医学科じゃなければマーチレベル終わっていれば、十分読める内容かなと。で、まあ、まあ、医学部、医学科の場合は、まあ、早慶レベルまでちゃんと長文もやっておいた方がいいかなという形ですね。で、記述能力かなり、重要です。で、英作文も割と長いの出たりすることも、ありますので、和文英訳、重英作文両方やった方がいいでしょう。年度によっては重英作文が出ないことも、ありますが、まあ、ちょっと、確実に出ないと予想もできないような、構成なので、まあ、結構出てるんで、和文英訳と重英作文両方やっておく。で、和訳もしっかりやっておく。なので、まあ、英語の必要なレベルに関しては、まあ、医学部、医学科は早慶、それ以外は、マーチレベルまでやって、プラス、まあ、和訳として英文和訳演習の、まあ、基本中級と、あと英作文の英作文ハイパートレーニングの和文英訳と重英作文編で、まあ、医学部に関しては、医学部、医学科に関しては余裕があれば、まあ、最難関での英作文、まあ、英作文で点稼ぎたい場合にはやっておくぐらいのつもりでいいかなと。まあ、正直それ以外の科目で時間使うとは思うんで、そこまでやる必要があるかどうかっていうと正直微妙ですが、ただ割と時間が結構、まあ、90分大問3題で、まあ多分結構早く解ける人じゃないと時間内に全部解き終わるのが厳しいかな、まあ、英語結構得意じゃないときついかなっていうのはありますので、まあ、ちょっと難しめのも想定してやっといて、まあ、スピードを上げておいた方がいいかなと思います。まあ、記述が多いってことは減点をされる可能性も高いので、まあ、減点されない回答になるようですね、採点基準とかしっかり、どういうことを書いたらダメとか、どういうことを書いていかないといけないっていうことをしっかり学びながら、まあ、練習をするようにしてください。以上が富山大学の英語の勉強となります。